営業宮公子嘉享20年12月15日は、荘厳正史の正室。正祖の正母。本願は、豊山弘氏。後に王妃に、追婿とされ、高安直帝戦紀木広安仁哲広、政権高周公と、送りなされた。1735年、広大鳥官の次女として生まれる。1744年、正子妃になる。1762年、神護子化による荘厳正史の死後、英祖は恵品の品号を下した。公子は出宮。1776年、正祖が即位すると、公子は営業宮の都を与えられた。1815年、正祖の死去から15年後に死去、健高子品という諡号を贈られた。享年81。1899年10月、健高子王公に追婿とされる。大韓帝国成立後の1903年に、荘厳正史が正祖以降帝に追婿とされると、公子も健高子以降号に追婿とされた。暇中録、吸血録とも呼ばれる。営業宮の自叙伝で1795年から1805年にかけて作成された。不王の命で非業の死を遂げた夫の愛和と、実家の豊山弘氏の正当性を主張するために書き継いだ続編からなる。全6巻。朝鮮宮中文学の研究に重要な資料である。ありがとうございます。